Please notify the conductor or the station staff immediately of any suspicious items or unattended baggage. ハロー YouTube、 どうもこんにちは。今日はね、こちら大阪市新陽高校スタジアムということでね、高校野球大阪大会の準決勝、大阪桐蔭対履正社がね、行われるということで、ちょっとね、観戦しに来ました。去年も行ったし、一昨年も行ったし、確かその3年前も行ったと思うんで、まあすごくね、夏の風物詩みたいな感じで行ってるんですけどね、ちょっとね、大阪を制するものが全国を制するということになって、ね、どんな感じなのかね、楽しみにして、まあね、なんだかんだね、すごく楽しみにしてますということで、今年はね、どうなるのか、ちょっとね、まあ何が起きるかわからないんで、すごくね、波乱とかあってもいいんじゃないかな、そんな感じでしたね、と思います。ということで、行ってきます。
ご覧のように、大阪大学校、6号1号2号、6時間半、ご覧ください。
Thank you.
Hey!
芝田さん。
はい、ということで今日はね、あの大阪大会の準決勝、大阪桐蔭対履正社のね試合を、まあ、観戦したんですけどね、結果は、12対2で、5回ゴールドで大阪桐蔭が勝利というね結果になりました。はい、ね、率直に今の感想というかね、まあ、僕どう思っているのかというと、まあ、ちょっとね若干僕履正社頑張ってほしいなっていうか、まあ、応援してたところもあったんで、正直ねちょっと悔しいみたいな気持ちもありつつ、なんかなかなかね今まで履正社が5回コールドって夏の大阪で見たことなかったんですよ、まあ、少なくとも僕の記憶にはなくて、まあちょっとね予想してなかった展開だなっていう、そんな感じですね。でその次にはやっぱりその大阪桐蔭が、まあ、強かったなっていう、なんかそんな感じです。あの試合内容をね、あのちょっと詳細に説明していくと、初回、まあ、あの大阪桐蔭高校履正社先行で、まあ、最初履正社が2点先制したんですよね。でピッチャーの中野くんも、まあ、結構あのフォアボール4つとかあの出してて1回の表だけでね。で大阪桐蔭の、ね、中野くんも1回の表だけでねフォアボール4つぐらい出してて、まあ、ちょっとこれ結構履正社最初1回の表に主導権握ったらそのまま終盤まで行くとまた去年みたいに勝つんじゃないかみたいなことはちょっと一瞬頭によぎったんですけど、いやでもその裏にね、大阪桐蔭打線がいきなり5点を取ったのかな。で今回ね、今年大阪桐蔭今日の打席は打順ね1番から6番全員左バッターだったんですよ確か。で長打っていうわけでもなくて本当につなぎつなぎでなんかつないでいってフォアボールも挟みつつね、5点で2回の裏に6点取って、いや本当打線がつながったなっていう感じで、いやこんな点入るんかっていう、いやそんな感じでしたね。はい、あの中野くん完投しましたけど、僕1巡目にこれ代打送られるんじゃないかみたいなことを一瞬思ったんですよ。要はファーボール4つぐらい1回の裏表に出してたので、なんですけど完投したということで、まあ、結構ベンチの信頼が厚いなっていう印象は受けましたね。なんか履正社戦先発完投ということは実質今年の世代では今一番調子のいいのは中野くんみたいな感じなのかな、評価一番高いんじゃないかなっていう風な印象は受けましたね。で実際に球速いですね、めっちゃ速いです。あの150キロ普通に出て、あれフォアボール4つぐらいでしたけど、まともにストライク入ったらこれちょっときついやろなっていう、それぐらいの、ね、威力のあるピッチャーだなって思いました。まあそんな感じですね。あと、なかなか、いやこれ結構悔しいですね。なんか、まあ、こういう試合もね今までちょっとなかったんで、ちょっとね履正社からすると悔しいと思うんですけど、まあ、来年ね新チームからまた大会が続くんでね、ちょっとリベンジしてもらいたいなと、そんな感じでした。まあこういう大会もね、まあ、あるんだなっていう、そんな感じでしたね。ということで最後までね見てくださってありがとうございました。また決勝がね東海大行政と大阪桐蔭ということでね、まだ決勝残ってるんで夏の代表は決まってないんですけどね、ちょっと楽しみだなと、そんな感じです。ということで2024年大阪桐蔭対履正社はね5回ゴールドという12対2っていうね予想してない展開だったなっていう、そんな感じでした。ということでそんな感じでしたね。いやちょっと悔しいね。ということでね、最後まで見てくださってありがとうございました。またね、今年ね、甲子園球場行ったりとか、まあ、また決勝も残ってるんでね、ちょっと YouTube アップしていくんで、よかったらね、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。X、インスタ、TikTok もやってるんでね、動画とか、要はリンク載せてるんで、フォローお願いします。では、あざした。バイバイ。